バート・ラウターベルク・イムハルツの街並みバート・ラウターベルク、イムハルツはドイツ連邦共和国にイーダーザク州南部のゲッティンゲン軍に属す都市である。かつてはハルツ山中の鉱山町であったが、現在は州指定のクナイプ式水浴場及びロート両方の当時場として知られている。バート・ラウターベルクはオーバーハルツの南の市脈沿いに位置し、 ハルツ自然公園の山並みで囲まれている。シュテーバーハイ付近は海抜720メートルに達し、コンコーリンで覆われている。市の中心部のすぐ北側にクンメルベルク及びハウスベルク、その西側にハイベークスケプフェ市域の東にはショルベンがそびえている。本市はゲッティンゲンから約40キロメートル、ブラウンシュバイクから約72キロメートルの距離にある。町は 高度296メートルのオーダー川沿いに一致しており、市内でルッター川がオーダー川に合流する。町の北東にはオーダータール関、南にオーバーハルツ推理システムの一部をなす、関止め湖ビーゼンベーカー池がある。本市に隣接する市町村は、西がヘルツベルクアムハルツ、北がブラウンラーゲ、南東がバートザクサである。 1972年7月1日の地域再編以降、バートラウターベルク氏は以下の地区に細分されるマテウス・メイリアンの同伴画に描かれた17世紀中頃のルッタースベルク・シャルツフェルトのジー・イゲボード2世紀博は1183年にハウスベルクにルッターベルク城を築城した。この城は約20年後の1202年にハルツ周辺の城塞とともに 初めて文献に記録された。ルッターベルク城の最後の白ハイデンライヒ賛成が1398年に亡くなるとミンニンゲローでキシ家が4年間この資料を領主したが、その後最終的にホーンシュタイン白二条とされた。ルッターベルク城は1415年にグリューベンハーゲンコートホーンシュタイン白との争いによって破壊され、再建されなかった。 ルッターベルク博は1521年に鉱山特権を発令し、鉱山で働く甲府らに特別な権利を与えた。これにより、エルツ山地からこの町に甲府を引き抜くことに成功した。ハウスベルクの麓の小村ルッタードルフは鉱山町に成長していった。この町は1619年から1年に2回市場を開く許可を得た。 30年戦争で1641年にこの町は略奪にあった。町はほぼ完全に焼き払われ、消失を免れた家は3軒だけであった。最高後の1705年にルッタータールに銅の清錬所が設けられ、1733年にケーニフィスヒュッテ清錬所が建設された。校舎は1820年に鋳造所と航路が増築された。 この鋳造所は2001年まで稼働していた。1830年から1868年までの間にラウターベルクにおける銅の採掘は終了した。ボルケンヒューゲルコーデの重傷石の採掘は2007年6月まで続けられた。エルンスト・ HB ・リッチャー博士は、早くも1839年に工業とは異なる、発展の道が必要であることに気づき、 水治療所を創設した。1900年には人口5305人に対して当時客は5004人に上った。1866年には後期10年のクアパークの建設が始まった。40年後にこの町はヒルデスハイム管区当局によりバートの称号が付与され、都市名はバート・ラウターベルクイムハルツになった。 ミュンヘンの衛生顧問官のヨーゼフ・マイヤー博士は1926年にクナイプ療法を導入し、その後手労と当事法も採用された。1926年にクナイプ協会が設立された。工業化に伴い、19世紀半ばから様々な産業や企業が進出してきた。その一部は非常に多くの従業員を要していた。筆の製造。 椅子及び家具製造、マッチ製造、ボタン製造、工作機械製造、鉄鋼、板金加工、鋳造業及び水車製造などである。エネルギー源として確実な役割を演じたのがオーダー側の水力であった。現在までにおよそ5つの異なる水路系が残されている。バート・ラウターベルクは1929年に都市権を得た。 その翌年にオーダータール席のためのダム建設が始まり、1934年に完成した。第二次世界大戦末期にバート・ラウターベルク周辺で戦闘が行われ、54件の建物と153個の住まいが破壊された。これは全市の8%に当たる。本市は最終的にアメリカ軍によって占領され、イギリス軍の管理地域に含まれた。 1945年以後、旧ドイツ東部領土から放築された人々が流入したために人口が著しく増加した。シレジア、ポンメルン、ズデーテン、東プロイセンから数千人に及ぶ人々がこの街を新たな故郷とした。戦後空になっていたオーダータール共同倉庫はこうした人々の定住に重要な役割を果たした。1949年、 ERP を介して多くの新しい住民がアウエ地区に新しく建設された共同住宅に入居した。これと並行して同じくアウエ地区に多くの一戸建て住宅が建設された。こうした難民を活用した労働力のポテンシャルを背景に1945年以後一連の大小の製造業者が定着していった。例えば、デタ、フォークス、トリンクス、 シュナイダー、リリンスキ家具工房などである。1949年にこの町は公式にクナイプ水浴場を称し、1968年に州認定のクナイプ水浴場となった。1982年には首労と両方の当事場にも認定された。2005年に古い駅の代償として、バート・ラウターベルクバル駅がクアパーク内の停車場として開業した。 本市は2008年に創設825周年を祝った。2016年11月1日にオステローデアムハルツ軍とゲッティンゲン軍が合併して、以後、バート・ラウターベルク・イムハルツはゲッティンゲン軍に属している。1972年7月1日にバルビス、バルトルフェルでオスターハーゲンが本市に合併した。1961年と1970年、 の人口は後に合併する地区の人口を加算している。西弁の教会ハウプト通り沿いに歴史的な聖アンドレアス教会がある。1965年から1966年に町の西部シュトレンバークに聖パウルス教会が建設され、1972年から1973年に教区集会所が設けられた。両教会組織は、 福音主義ルター派のヘルツベルク教会クライスに属している。この他にバルビス地区、バルトルフェルデ地区、オスターハーゲン地区にそれぞれルター派の教会がある。カトリックの聖弁の教会はキルヒベルクにある。この教会はヨーゼフ・ヘイリヒによって設計され、1963年に完成した。1920年にカトリック教会は旧学生寄宿舎を購入した。 現在のレンスベイクの聖弁の教会、クナイプシキサナトリウムである。聖弁の教会が拡張されるまではここで礼拝が行われていた。司祭館は、バート・ラウター・ベルクに、司祭区を初めて設けたヨーゼフ・ミューラーにちなんで名付けられている。この教会区は、ヒルデスハイム司教区ネルテン・オステローで主席司祭区に属している。バート・ザクサ、ブラウン・ラーゲ、ザンクト・アンドリアス・ベルク、 バルケンリーとのカトリック教会もこの主席主催区に属している。新首都派教会はアンデン・ルッター・ヘイフェンドールにある。この教会組織はゲッテンゲン教会管区に属す。現在のバルトル・フェルゲ地区では1881年に現在の新首都派教会が創設され1993年まで存続していた。バート・ラウターベルク・イムハルツの市議会は20議席で、 構成されている。人口1万1人から1万1000人の自治体の議員定数は26人である。市議会決議に基づき2006年から2011年までの任期の議員数は定数から6議席減じた20議席となっている。市議会議員は5年ごとに住民選挙によって選出される。市議会では上記議員の他に市長のトーマス・ガンスも 投票権を有している。バート・ラウターベルク・イムハルツの視聴者本市の市長はトーマス・ガンスである。彼は2011年9月11日の選挙で44.5%の票を得た。この選挙の投票率は57.6%であった。ガンスは2011年11月1日から市長に就任した。ズガラ、挙手上の分割戦で赤字と金字に上下に分割。 上部は分割線の上を歩き、こちらを向いて、青い下と青い爪で威嚇する金の獅子。下部は4本の赤い横帯。解説、ラウターベルク、バルビス、バルトルフェルで、オスターハーゲンの4地区は、元来個別に成立した集落であったが、いずれもかつて、ルッターベルク博の所領に含まれていた。獅子はこの博家の印象に由来する。 巨子城の分割線は現在の本市の地域に存在したシャルツフェルス城とルッターベルク城の2つの城塞を象徴している。4本の赤い横帯はバート・ラウターベルク・イムハルツを構成する4つの地区を示している。旗、バート・ラウターベルク市の旗はがマイナス金の配色である。形にヒスひゅって前傾。 バート・ラウターベルクのビスマルク島、ビーゼンベーカー・イケ・ビスマン記念碑ハウプト・ドーリケルンの音楽レーベル、ウンテルム・ドゥルヒシュニットは、バルビス地区で発足した。オーダー・タールコ・ボッカ的な谷の立地、就任邸のクナイプ浴場や首労と杜場といった位置づけから、本市は人気の当時休暇、ハイキングの目的地となっている。こうした環境から観光業がこの町の基幹産業と、 なっている。市内には多くの保養所、病院、ペンション、大型ホテルがある。市内には合わせて3800床以上の宿泊施設がある。この他に、バート・ラウターベルクには、キルヒベルクテルメや、そのトロピカルな環境が、ギネスブックに記録されており、バナナが生育している、ビッタイコール屋内プールがある。 オーダータール席とビーゼンベーカー池のアゼにはそれぞれキャンプ場がある。この他の重要な産業分野は小売業である。本市には多彩な商品を扱う商店やブティックが人口に比してかなり多く存在している。本市の大企業としては、例えばエクサイドやドクトルルドルフ・アルベルティド一重商国工業、GMBH&CO、KG がある。 この他の雇用者の多い企業としては、ヘイマイヤー放送、ペトルスキー鉄鋼、フレーリ非合成樹脂、フィンストラル、ビストーバヒツ工場などがある。バート・ラウターベルクは、この町で製造、瓶詰めされる、シールカー・フォヤー・シュタインや、ハルザー・グルーベン・リヒトといったリキュールでも知られている。この町には、以下の学校がある。この他に、私立図書館が、ゲストの家の中にある。 バート・ラウターベルク駅鉄道市内を南ハルツ線が通っている。バート・ラウターベルク・イムハルツバル駅には1時間ごとに DB レギオのレギオナルバーンが停車する。バスマ駅と市内中心部のバス停等を10分ほどで結んでいる。旧バート・ラウターベルク駅及びバート・ラウターベルク、中心部のバート・ラウターベルク・クアパルク駅はシャルツフェルト・ザンクト・アンドレアスベルク線の駅であったが、 廃線となり、軌道は撤去された。シャルツフェルト地区の外れにあった、シャルツフェルト駅は新しく設けられた、バルビス駅のために閉鎖された。公共旅客近郊交通、バーとラウターベルクは2つのバス路線で、周辺地域と結ばれている。450号線は、日曜、祝日も運行しており、本数も多い。471号線は、バルビス地区だけでなく、離れた、 バルトルフェルデ地区やオスターハーゲン地区も結んでいる。道路、バートラウターベルクは、連邦道、B27 号線及び B243 号線沿いに位置している。2008年末以降、アウエ地区を迂回する新しいバイパス区間が利用可能となった。アウトバーンへのアクセス改善及びバルビス、バルトルフェルデ、オスターハーゲンの交通量緩和のために、 B243 号線の4車線バイパス道路が新設された。このバイパス道路は、オーダータール橋及びビンケルタール橋を渡る。また、バルビス、バート・ラウターベルク西、バート・ラウターベルク南のインターチェンジが設けられた。この区間は2014年9月5日に開通した。西のバルビスから、東のオーダータール席まで、7km の区間を通る自転車道が、 数多く存在する。オーダータール席から下流のオーダータールまでは B27 号線沿いに自転車道がある。オーダータールからクワパークまでは旧鉄道跡、クワパークからアウェの入り口までは旧 B27 号線の自転車レーンを利用する。ここからバルビスまでは2つの経路がある。この文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して直接参照してはおりません。あうえは川辺の草地を意味しており、もともとは反乱源であったことがわかる。ありがとうございます。